こんにちはこんばんはイノポンですイノポンが31年間の玉突き人生でまだまだ隠していたことをお話したいと思います玉を突くときタイミングというものがありますどこで当てるのか理にかなっているかで反映された玉突きができるのです片視点で突こうが肘視点で突こうがタイミングは合えば 手玉を自分の思い通りに手玉が誘導できるようになります。初心者であっても玉が入ることがあります。奇跡ではなくタイミングは合っています。そのタイミングさえ合えば先玉は入ってくれるのです。イノポンの話は難しいって言われるのでわからない人は申し訳ないですが、直接カイデカに出向いてあなたの関節の講義を受けてください。以前に関東は東京から 中部は名古屋から近畿は水戸や大阪市から自分の関節のことをお聞きになられた方もいらっしゃいます。イノポンは時間さえ合えば無料で教えていますのでよろしくお願いします。今回タイミングをシー出すための基本である方よりも肘が高い位置にないと肘支点ではつけないのです。コメントで私は肘が上がりませんと。 ということでしたので、肘の上げ方についてお聞きしたいということでした。初心者でも、えー、分かりやすい肘の上げ方について教えてくださいとのことなので、今日の課題にさせていただきます。理にかなった急出し練習方法についてもお話したいと思います。大事なポイントをお話し,します。これを間違うと、せっかく肘できれいなストロークをしていても、肩でつくことになるのです。 加減と方向性も変わってくるので、先玉も言うことを聞いてくれないでしょう。以前にお話したと思うのですが、球の方向が肘支点が基本ならタイミングは合わないと片支点でつくはめになり、若干右方向に球先が曲がって出してしまっていることを本人は気づかないでいます。 タイミングで失敗すると、あとあとすべてのショットもタイミングが合わず引きずることになるので、ぐらぐらになってしまいます。今回のお話を聞くと簡単にタイミングが合わせられることになります。夢のようなお話です。では、最大な要因をお話します。その場でフォームに入ってからどのくらいの距離感でつけばよいのか。当たってから9をどんだけ出せばよいのか。迷うとこですよね。 Q の種類によってパワーも違うので、球を誘導させるタイミング、強さ加減も違うのですが、共通していることは、先玉を言える要因は全てタイミングにあります。片で突こうが肘で突こうがタイミングさえあれば先玉は入ります。球が足りていますか球が足りることって何なぜ Q が足りないのっていうことなのか 球が足りていないとどういう現象が起こりマイナス要因になるのか、どういうふうにタイミングを取れば玉は安定するのかをお話します。以前に肘支線の軌道、肩支線の軌道についてお話したと思うのですが、手玉に球が当たるタイミングは合えば安定していクスも出すことができます。先玉を安定することにもつながっていきます。 イノポンは、肩支線より肘支線でつくことを優先します。入れを少しでも上げるコツであり、手玉を誘導する小さな加減もやりやすくなります。肩に対する肘の角度とタイミングの取り方で、肘支線が肩支線に変わる仕組みをお話したいと思います。では、よくわかるアナウンサーさんお願いします。こんにちは。こんばんは。 本日もよろしくお願いいたします。球をついて誘導するには、しっかりと距離感とタイミングが合わないと、球をうまく誘導することはできません。球が足りていないと起きる現象。あなたは球が足りていますか ?3 番ボールをついたときは球が足りています。9番ボールをついたときは球が足りてないです。 この違いをご説明いたします。弾が当たるときの手の持つ位置が違うのです。同じフォームであっても、球を短く持つと、肩でつくのが最大の要因になり、肘でつく、タイミングがうまく作動しないので、先玉が違う方向に行ってしまうわけです。9は長いので、長い棒を、まっすぐ、その侵入角度を守りつつ、つくのですが、 槍のように例えると、その軌道で手玉を突き刺すようなイメージですが関節は円運動なのにまっすぐつけるか疑問になるわけです円運動のいいところをうまく使い美にかなった肘支点の運動で球をまっすぐ出すには円運動のどの部分をどういうふうに使いこなすかが鍵になります木で関節のようなものを 作りました。これを肘関節だと思ってください。これは蝶つがで作っています。腕の長さに合わせ、肘から下はちょっと短めです。これが肩、これが肘、こういう形で肘が上がっていない状態では、時計の振り子のように振ると、急先がつく瞬間に上がっているのがわかると思います。 肩と肘が平行に近い場合は、球をその角度で突き切ることはできないのです。次は、肘が肩より高い形です。この形で時計の振り子のように、振ると、この辺から来う、この辺から来う、この辺から来う。ここからは肘は固定されており、腕だけが下がっていきます。タイミングは、ここがベストっていう風に。 教えられてきたわけですが、イノポンは9が下がる。途中で手玉に当たるタイミングがベストだと思っています。この形であれば少しの間ですが、まっすぐ9が入れれるのです。バックストロークあまり後ろに取るのではなく、イノポンのようにちょっとだけ後ろからにします。本当にちょっとの振りしろで玉はさばけるのです。 ではコメントのお答えです。肘を上げる方法です。イノポンはこうしています。肘から下の腕がまっすぐに突き出せる方法についてお話し,します。ここで肘が上がらないという方はまっすぐ立った形で腕を振り上げようとしていますのである程度しか上げらないのです。これは人間の構造上難しいのです。 ラジオ体操で腕を回すシーンで前回し後ろ回しってやったことを思い出してください気持ち内側の円になっていると思います解決法として立って構えた位置から肘はそのまま後ろに上げるのではなく球を持つ手を少し猫背気味に肩を前に 6cm ほど出した位置から上げることで 肘が結構上に上がるのが確認できると思います。これが腕を回す角度の途中なのです。これで肘が上がったと思います。では次に、上げた肘に対しての腕の角度ですが、ブランとなっていますが、ここで少しだけ球の衝撃を肩でも少し受けれるよう脇を締めるのですが、この時、 大事なことは、そのブランとしたままで、クレーン車の動きのように、アームが動くのを、想像してください。少し脇が締まる。そのところまで、クレーンの動くような動作にします。大事なポイントは、手を返さないように注意します。ここで手を上に返すと、ゴルフで u フック気味に、球を振る原因になるので注意です。 イノポンは肘から動かさず手から動かせばその角度を守ったままで脇を少し締めれるようになります少し違和感はありますがスライス気味に振る感じになりますここで肘から腕への関節の違う方もおられるので肘の頂点の位置からまっすぐ振り出せる位置を模索してくださいでは次に タイミングというものがあります。うまく合えば、先玉は入ってくれます。手玉に当たるタイミングの場所が、ポイントです。先に肘支点で構えて、腕が降りる時に当たれば、肘支点でつけます。ただし、肩支点でビリヤードをする方は、力加減がやりにくく、肩でつくと、少し出しただけなのに、手玉は結構、 動いてしまうのです。細かいネクストは、肩では、難しくなります。箱回しするような時には、最適です。イノポンは、肘支点を使ったフォームで、玉のネクストの加減をしています。右手の肘から、ブランとなった場所で手玉をつくことを、ゼロの形といい、手玉の向こう側で構えるやり方を、 1>, 1の形と言いますさらに 4cm 前の場所でつく2の形そこからさらに 4cm 前の場所でつく3の形と言います4種類でことは足りると思っています人により加減の仕方は違いますができる限り 誰でもできる、理にかなった方法で、手玉をつく形のご紹介です。ここに、肩があり、この場所でかがめば、ここでは、大きなストロークができますが、この肩の位置が、体の軸より前で、構えると、前のメリ現象が発動され、ストローク幅が少なくなるので、前では、すぐ胸に当たってしまい、 後ろはバックスイングを取りすぎると、球は左手から抜けてしまうのです。ストロークの練習方法ですが、ビリヤード台の超クッションレールの場所を使い、球を持ったまま、その右手がレールから離れないようにストロークします。腕がブランと肘下になったところから、後ろ約30センチメートル1ポイントくらい、 後ろから前に下にに下行くように振ります。左手はレールブリッジで行います。そういう風に練習すると、Q はその軌道方向にまっすぐつけることになっていきます。レールに球先が触るので、できればクリアファイルを下敷きにしていただければ良いと思います。肘支点でつく範囲は限られており、 そこでまっすぐつくなんてものは存在しないように思うのですがたまに当たるタイミングを腕が落ちる前直前に球が手玉に届けばいいわけです手首を使うわけではなく球を下に押さえつけて球をその侵入角度で入れると手玉のコントロールがしやすくなるのです 右手は少し球を下に押さえながら前下に投げるようなイメージはします。バックストロークを多くする人は後ろに行くと手のひらに隙間がどうしても開くのでつくときには閉じる。これは難しいです。イノポンには無理です。バックするときでも手を開かなく開くときは限界を超えていると判断し 常に閉じたままでストロークしています。これができれば球の角度を変えずにつけますので先玉は安定します。その配球から NEXT の取り方を先に考え、ストロークの長さと0、1、2、3の形で調整し、先玉に当たった時に手玉の回転を計算し、 ネクストを決めていくのです。10個のボールの説明をしながら1個ずつネクストについても話しながら極力手玉を動かさないように入れていこうと思います1番フリーボールから行くのですが2番3番4番をどこに入れるかでネクストは組み立てられていきます4番はここにあるのでコーナーに入れる際に入れ安くて5番ボールにも出しやすい 場所を確認、ラインも見ておきます。印のところに出すために、3番を、上側コーナーに、入れることにしますので、付きやすい配置にするため、2番を入れてワンクッションさせて、玉なりに出すようにしたいので、1番を入れて少しだけ上に出します。1番をコーナーに入れる際に、1の形で構え、1番が届く加減で付きます。 同点は中心です。玉が1番に当たってから少し前に出る感じです。では、2番はまっすぐより少しだけ振っていますので、そのまま0と1の形の中間で構え、楽に玉なりに加減をして、気持ちだけ左上でついています。クッション際だと同点がつきにくく4番に出しにくいので、少しクッションから離します。 3番から4番に行く際に、9で再度方向を確認しています。ここで9を出して一旦、超クッションレールに当てて出してもいいのですが、振りを間違うといけないので、1の形でストップショット、半タップ下でつきます。4番にまっすぐなので、1タップ下の同点で、3の形で9を出します。次に5番6番の配置から、 7番を行く際に気持ちクッションから浮かすことが重要なので5番を行く際に超クッションレールから少しだけ離すように5番が近いので半タップ下で1の形で9を出します7番に軽くついて入れるために6番を1の形で構え微妙に引いておきます 7番はまっすぐに近いので、1の形で、入れるだけの加減でつきます。8番は、2の形で構え、方向重視でつきます。9番はワンクッション入れて、ここに出したいので、ハンタップ下で、2の形で入れました。 10番は上から見ないようにしっかり同点と9の軌道を確認して1の形で反タップ下でつきました。今回はできるだけ手玉を極力動かさないように振りを考え最小限の同点で玉をさばきました。いかがでしたかあなたのタイミングの 位置が鮮明に分かったと思います。参考になった方はグッドボタン、高評価、お願いします。もっと、玉のことを知りたい方は、チャンネル登録も、お願いします。本日も長い間、ご覧いただき、ありがとうございます。次の課題について、限界動点による、5話3について、5話 物事を白紙に戻すことや今までの行いが無駄に終わるをお話しさせてもらいたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。